はい、皆さんこんにちは、こんばんは、キサラズです。今回もオオカミカミカミ実況動画をやっていきたいと思います。これがパート34になります。今回は神木村の十五夜の満月の夜のお祭りに参加しようと思ってきたのですが、何やらトラブルが起こっているようなので、ここから始めます。おいおい、どうした？何をこんなところに集まってるんだい？こりゃスサノオ、出てこんか。この花様に捧げる大事なおみきに手をつけるとは一体どういうつもりなんじゃ。ちょっとじいさん、今なんて言った？スサノオや、出てきて話をしてごらんよ。ヤシ折りの酒を飲み干すなんて何か特別な理由があったんだろう。なんだって。マジスサノオしね。あ、なんでもないです。ヤシ折りの酒を飲み干しただと？ヤシオラかやヨシオラか知らないけど、俺が飲まずにいられるかってんら。うい、今年はイザナキ様や知らぬい様の活躍からちょうど100年目の年、特別なお祭りの年なんじゃぞ。ああして十五夜のお月様も出てきてくれたというのに、お前はなんてことをしてくれたんじゃ。うるさい、イザナギがなるら。ヒック、我はここを無双の大剣士スサノオなるろ。ウィーなんだこいつ。酒は、ヤシ折りの酒は一滴も残ってないのか？スサノオが何かわめきながら村へ帰ってきて、ご神木に捧げてあったおみきを飲み干して家にこもっちゃったんだ。牛灘のお姉ちゃんが作ったおみきはもう残ってないって。なんてこった、よりにもよってあの酒を飲むことはねえのによ。マジだよ。怪物退治の伝説に語られたヤシ折りの酒がなくなっちまうなんて。ヤマトノオロチの影がちらついている今、嫌な予感がするぜ。ヤマタノオロチ、全部我のせいなのら。我が全部悪いろら。キック、お前か。パート1の冒頭のムービーでつくよみだっけの剣抜いちゃったやつは、もうマジ当たり前じゃ、このバカ者め。今頃おみきを飲み干したことの重大さに気づきおって、我がいざよいの祠であんなことをしたばっかりに、ヤマトノオロチをよみがえらせてしまったろら。世が滅びるのは全部我のせいなのら。うおん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 。なんじゃ、突然何を言っておる。いつもいつも何かといえばイザナキ、血筋。その忌々しい血筋に嫌気がさし、インチキ神話のつくよみを抜いたろら。そうしたら本当に封じ込められていた怪物がよみがえって、中津国中に呪いが広がってしまったろら。なんじゃと。お前、あのヤマタノオロチを封じ込めた宝剣を抜いてしまったのか。ヒック、我は恐ろしくらって村へ逃げ帰り、村の入り口を大岩で塞いれ、家の地下にこもったろら。あれもお前の仕業だったのか。本当、スサノオって意外に力持ちですよね。その後もあちこち逃げ回ったろらが、神様が、お天道様が我をずっと見ているろら。お前を絶対許さないって。オロチと戦って退治するまで許さないって追ってくるろら。うおん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 。その神様はこいつですね。わかります。宝剣が引き抜かれ、イザヨイの祠が消え失せたことは聞いておったが、もしもスサノオの話が本当ならば、あの怪物は、ヤマタノオロチは十五夜の満月が昇る頃、
で矢が飛んでくると、予言が正しければこれは虫飼いに当たるって。おっと、ハヤブサいい仕事したな。お前中高だっけ？そのために村に残ったんだもんね。ヤマタノオロチは十五夜の満月が昇る頃、忌まわしき骨族の浜屋でちぎりの荷をエリーデム、神話の通りじゃ。あの矢で家を射抜かれた者はオロチにその身を捧げねばならぬ。もしもそれに従わずば、村中の人間の命が。で、今年選ばれたのはクシナダ3頭。スサノオ、あなたはそんな弱虫じゃない。神様が戦えって言うなら、それはあなたしか頼りがないからよ。あなたならできる。だって私のこと助けてくれたじゃない。私信じてるから。あなたが来てくれるって信じてるからね。クシナダ、お前どこに行ってもスサノオが現れると思ったらかなりのキーパーソンだったってことか。やっとわかりました。本当はバカですね、自分。名手、雷撃手。イザナキ様はオロチを酔わせて退治したって言うじゃない。私が丹精込めて作ったお酒だって、オロチを酔わせることぐらいできるわ。姉ちゃん。まさか一人でオロチとやり合う気か？クシナダ、またんか、クシナダ。もう長老も年ですよ。さて、外の物音を聞いてスサノオはどう思ったんだろうね。自分どうしたらいいかわかんないけど、多分イザヨの祠に向かえってことですよね。その前に、通れないよ。もう、その前に、セーブしたいって言いたかったんですけど、チキンなので、こまめにセーブしないと怖いんですよね。1、2、3、4、5、6、7、8。まだ筆技の筆神様、8匹しかいないんですけど、本当にこんなんで、イザヨの祠に行っちゃっていいのかな？あと4匹どこ？違うか。あと5匹か。全然足りてないじゃん、戦力が。あ、クシナダさんいる。姉ちゃん大丈夫かよ。イッスンちゃん、シロちゃん止めないで。オロチの生贄が逃げたら村の人間全員に災厄が降りかかるわ。でも私、それが理由で行くんじゃない。何？みんなが悲しみながら生きていく世の中はもうたくさん。私の生涯をかけたお酒で悪い怪物をやっつけてやるんだから。バカ野郎、相手がどんなに恐ろしいやつかも知らないで生意気なことを言ってんじゃねえ。
そんなちっぽけな酒ぶら下げて勝てると思ってるのかよ。一寸ちゃん、そうね、私バカよね。でも私にはこれしかないの。人に胸を張れるのはお酒だけなの。私行く。このお酒で怪物をやっつける。あれ、鏡すり抜けてる？あ、甘子、お前畜生、お前ら勝てる見込みもねえのに決まりやがって。もうどうなったって知らねえぞ。そういえば、思い出したんですけど、昨夜のとこに行ってないなと思ったので、ちょっと行ってみたいと思います。シロちゃん、私絶対に逃げないよ。え、マジでもう戻れないの？そんな、本当に？え、ちょっと昨夜のとこ行きたいんだけど。あー、ちょっと間違えた。昨夜ね、サイの目を復活させたら宝物を渡すから、宝物を身の中につけて渡すからぽいって言われてたんですけど、行ってないな。これって一回イベントやったら戻れるんじゃなくて、本当にもう神木村の方には行けないってことなんですかね。うわー、やだな。自由に行き来できるっていうのがいいんですけど。じゃあ強制っぽいので、いざよりの祠に参りますか。本当自分弱いので乗り気じゃないんですけど、多分神木村の方の立ち玉は見落としがなければほとんど回収したはずなので、立ち玉に関してはそんなに未練はないんですけど、また後で伊沢の祠行った後にでも行けるようになってれば嬉しいですけど。じゃあこっちに行きますね。おっと、誰かいるぞ。あかん主様、はい、これクシナダ殿、一体何のつもりですかな。先ほどもものすごい雷が村の方で轟いていたではないですか。女夜に外を出歩くなど良くないことに巻き込まれますぞ。朝ならいいの。朝にはできないと。はい、じゃあ伊沢酔いの祠に。あ、そう、これ B リモコンちょっと振っただけで勝手にバック中しちゃうから、もうなんかめんどくさいんですよね。ちょっとこうやってやるとすぐ後ろに下がる。なんか鬼ヶ島みたいに邪悪な雰囲気漂ってるんですけど、本当に行かなきゃダメですかね。いやー、怖いわー。おっと、牛若がいるぞ。牛若、助けて、力を貸してくれ。やっぱり来たね、アマテラスくん。生贄のお嬢さんとのランデブー楽しんだかな。予言はそういう意味だったんですね。このインチキ野郎、そんなのオイラたちの勝手だい。牛若って金髪なのかな。ちょっと見えてますよね、顔の周りに髪の毛が。あれはオイラたちからくすねた水晶のヘビイチゴ。すごいな、この水晶、宙に浮くんですね。
そして横笛の登場。さて、扉は開いたよ。アマテラス君、ユウの出番はもうおしまいだ。後ろ後ろ。もう牛若のドヤ顔がすごいな。石田さん連れてかれましたよね、あれ。この野郎、これは一体どういうつもりだ。どういうって、そうだな、飛んで火にいる金玉虫。ユウたち勝手に入っちゃうんだもん。結界を解いて中に入れるのは生贄を除いて一人だけなのにな。あれ、ってことはゴムマリ君は感情にも入ってないんだね。あははは。ふざけるな、オイラたちをまたはめやがって。でも最初からこの祠に乗り込むつもりで来たんだろ。それならユウの実力を見せてよ、アマテラス君。というわけで今回の予言の言葉は、月が出た出た、月が出た。ちょっとその踊りやめて、キャラ崩壊するよ。ちょっとペガサスのイメージだったのにな。今回はあんまり面白くなかったかな。それじゃあチャオ。え、イタリア語になったのお前。さっきまで英語じゃなかったか。これくらいどうってことねえや。最初からオロチの野郎なんかコツンとやってやるつもりよ。アマコ、いつまでやってんだい。さあ行くぜ。出たくてしょうがないんだよね、やっぱチキンだから。佐野来てるじゃないかお前。多分そのマガタマなんか意味があると思うんだよね。ずーっと首から下げてるじゃん。っていうか本当に牛若に助けてほしかったんですけど、イザナギの代わりにスサノを連れていくのはちょっと心もたなさすぎるような気がするんですけど。セーブポイントがありますか。セーブポイントが欲しいです。まあいいや、時間的にちょうどいいので、この閉じ込められてしまって海水の陣なところで次回に繰り越したいと思います。ここまで見てくださってありがとうございました。次回もチキンな神々実況でいきたいと思いますので、よかったら見てください。それでは